はい。では、シールとあんまり進められなかったので、ちょっとわかんないですが、多分合流するんじゃないかなっていう気がしているので、ロイドルート進めてみましょうか。違うのかな？はい。ドク、ティッカー路線探索。途中同じく工場を目指しているティータンド、アガトの遭遇。よく知らずのエリカ博士を探す彼女らと共に先へ進む。はい。違うのかな？距離的にはだいぶ近づいてきている気がするんですが。はい。どっちこれ？こっちはいけないから、こっちでいいのかな？これって強敵？倒したことあるのかな？ここは、どこだっけ？地下路線か。全部倒してるっぽいね。粉末、持ってる人いないか。ちょっと待って。月鏡つけてない。つけてないな。どうしようか。これでいい。これでいいか。これがないとまずい。間違えた。あの赤い魚も倒しますね。はい。両脈つけてる。両脈。あ、両脈こうやって。はい、オッケー。あ、こっちか。いや、これ見落とすな。次鏡がないと。メロンパウダー。ついてますね。はい。で、あとちょっと、マジ君だぞ。あれ、強敵かな。強敵だな。注意しないと。どうしよう。こう、そこだ。手ごわいぞ。気をつけろ。まあ、安定の強行突破だ。レイジングハンマー。避けられるかな。セブンスショット。お、ブレイクマスター。トロフィーいただきました。チャンスだ。ラガットさんと、マジ君が、リンクになっている。どうしようかなぁ。こうでいいか。ゼロブレイカー。崩した。ティオ、行くぞ。お任せ。セット私の番です。アブソ。そうか。デミガンナ。起動。アブソリュートゼロ。行くぜ。ほい。チャンスだ。もらった。仲間を呼ばれた。面倒ですね。僕の番か。ああ、これの方が良かったか。まあ、どっちもあんまり変わらない。強行突破だ。レイジングハンマー。行くよ。はい、じゃあ
セブンスショット。避けられるかな。セブンスショット。癒されるね。うん。甘いぜ。素晴らしい。今だ。はい。もらった。私の番です。行きます。はあ、崩れました。お、そこだ。凍りましたね。もう一瞬です。ブリュースラッシュ。でいいか。はあ、崩した。みんな、畳みかけるぞ。お任せ。いいな。トップ。うん、石化したね。じゃあこれで気合を入れんぞ。アイアントレイシャー、畳みかけるぜ。みんな最後だよ。うん、キーヤちゃんもなかなかの連携だったな。うん、応援してくれると。あれ？こっちでいいんですかね？あー、こっちでいいっぽいね。で、特にアイテムとかはない。うん、ないよね。うん。で、この奥に、ボスっぽいのがいるのかな。回復装置がある。はい、では奥に行ってみますか。うん。あ、ん？ここもう軍事工場？眩しい。さすがに遠かったが、ようやくたどり着いたか。うん。ライフォート軍需工場。ああ、大きい建物だね。あの体制に向けて各種兵器が量産された場所の一つ。あくまで主力戦車や軍用艇が中心。ラインフォルトでの調べでは、魔鋼騎兵の生産ラインも担っていた。うん。黒の工房の手がかなり入っていた。うん。まあ、黒の工房の人たちが、ここでいろいろな兵器、魔鋼騎兵だって、いろいろなものを作っていたと。ネズミはすでに操業はストップしているはずですが、うん、稼働していると。なんか来たよ。やっぱり何かの手が入っていたか。強逆なる隆起かな。です、です。強制排除を開始する。うん。この機体は、大型の燃料兵器。危ない。なんていう動きだ。見せてください。かなりの性能のようです。いや、下がれ。はい、どう？おっと、これは、格子、もしかして、あ、そうか、そうか。
あー、そうかそうか、この人もクロスベルにいたよねってことで動力や、あーもう間違いない。あー、こっちで出てくるのか。いやー、リーンルートで、出てくるものだとばっかり思っておりましたが、はい、まあ登場してもらいましょう。うん、アリサさん、どうぞ、組の来てくれたのか。ティオさん、ティータさんも無事ね。うん、助立ちいたします。シャロンさんも来てくれたと。ほとんど聞いてない。ここまでの人形兵器は私も初めてですわね。うん、とにかくなんとか切り抜けるぞ。力を合わせればきっと。よし、乱敵ですわ。引き締めましょう。うん、なんだこれは。させない。あー、アンチオーダーね。お返しさ、行くぞ。オーダーが使えないよと。こういう時はまあ、早めに、うん、ターンを回した方がいい。まあいっか。あ、そう、バニハとかで、カウントを回そう。うん。よし。はい。せっ、やっ。行くよ。マジック、調べようか。それ。ディーデスベア、デス、ベスティアか。ディーデスティア、ディーベスティア、読めない。軍事工場前を鎮守する謎の大型人形兵器。獣を思わせるフォルムに疑わず、俊敏かず、獰猛に敵を引き裂く。うん、幻が効く、風も効く。うん、私の番ですわ。シャロンさんどうしようかな。カルビティクロス。ヘアステッチ。うん。国市長。まあ状態情報は聞かないから。うん。まあ、ディレイ少なめの行動で。お、いいね。どんどん。とりあえず、アンチオーダーを剥がしてしまいましょう。そして、アリサちゃんといえばこれですよね。てか、回復しないとまずいな。マジ君が、ビー玉飛ばせばいいのか。はい、ミス。おっと、これはまずい。あれ、シャロンさんが。もらった。感激です。お、すごい。行くよ。リンクレベルが高いと、こんなこともしてくれるのか。今、もう、致死ダメージ受けてたよね。でも、アリサちゃんとシャロンさんの絆の力で復活したと。これすごいな。じゃあ、ビー玉飛ばそう。ビー玉じゃない、ビリヤード玉で。避けられるかな。セブンスショット。癒されるね。崩したよ。はい。そこだ。よし。回復したいけど、あ、てか、マジ君回復すべきだった。まあ、殴っておきますがね。おっと、あー、また、シャロンさんが。シャロンさんが。
ことが。ああ、アリサちゃんもまずい。こんなところで。どうしようかな。あ、てか回復のやつもないな。ティオスケが回復できる。交代しようか。ごめん、お願い。受け負いました。はい、うん。セラス。ドライブ開始。行くぞ。じゃあまあ、何が走って、トイレオーダーを、なんてオーダーを、俺の番だな。剥がしておいて、これ 100% 回避とかあるのか、これ強そうだな。まあ、とりあえずこれか。ぶちかまそう、クリムゾンブレイク俺の番だな。で、タイガーチャージ。あ、しまった。セフィスボーナス。バニハで消してしまった。まあ、いっか。さあ、行くぞ。だー、とどめだ。タイガーチャージ。うん。崩した。はい、決めるぞ、マジ。いいね。やっ、セット。とりあえずちょっと体勢を整えることを優先しましょう。感激ですわ。僕の番か。どうしようかな。本当ラッシュ遅延混乱。とりあえずビッピー削ってきて、ビッピーじゃない、ブレイクですね。ブレイクエンジ削っていきたいですね。うん、ネットリーヘブンやろうか。どうせ、ギフト入ってるしね。うん、クリティカル入ってる。ジャッジメントスパーク。行きます。うん。で、ティオスケありがとう。でも回復係がいないんだよな。アリサちゃん、回復の子をつけてきてほしかったなぁ。あとはお任せします。でもせっかくなんで、あれ、おっと？あれ？石化してるなぁ。石化外そうか。あ、そうか。シャロンさんも確か回復クラフトあったはずなのに、今覚えてなかったよね。とりあえず石化直して、これか。はい。ちょっと、まずいな。感激ですわ。マジ君の代わりにティオスケか。俺の番だな。いやー、マジ君使いたかったんだけど。むしろ、ロイド君の代わりに、いや、誰か。5000。とりあえず、アリサちゃんね、これ持っていっとこうか。それ。ありがとう。うん。シャロンさんは回復が使えると。うん、で、とりあえずこうして。任せてちょうだい。で、ギフト更新だな。光よ。受け取って、みんな。や。ありがとう。とりあえずジャガやけど、まあこうか。
行くぞ。だとどめだ、タイガーチャージ。崩した。ほい、みんな畳みかけるぞ。これがネックハイムでしょう。いいね、ネックハイム。セッタ、やっ。うん、オッケーオッケー、行くよ。で、どうしようか。とりあえず、いいか。このまま殴っちゃおうか。理由ファイルかな。はい。お、ファイルか。はい。そこだ。チューファイル。お任せください。素晴らしい。うん。ヤシャロンさんもチェーン入れよう。こんなのはいかがでしょう。今です。これ、はめ殺せるのかな、もしかして。いや、さすがに無理か。ドミノ君は遅延ないよね。うん。でも一発追加チャージ。さあ、行くぞ。とどめだ、タイガーチャージ。今だ。もらった。私の番ね、うん、風儀 100% ちょっと待って、ね、風儀入る 10% か。いやー、殴った方がいいよね、これ。うん。あ、そうか。これ使えばいいのか。はい。始めましょう。バリアルトレース。さあ、みんなで決めるわよ。あ、そっちに入る。チェーン入るか。あ、ダメか。さすがに。じゃあ、ティオスケ出そうか。任せたよ。受け負いました。で、回復して、いや、エナジーサークル使おうか。リカバーモード起動。これで大丈夫です。ありがとう。感激ですわ。はい。うん、どうしようかな。これもあるのか。これ使えばよかったな。うん。カウント100。これ強そうだけどね。これも、まあ、どうしようかな。半分削ったから、あともう、普通にやれば勝てそうだけど。いや、こっからあれか。紅葉とか使ってくるのか。ってことは、いや、うん。紅葉してから、ゴールデンスキームだな。いや、クリムゾンブレイクでもいいけど。じゃあまあ、ラフネスシール。うん。一旦これ使っとこう。タフネスシールド。私の番ですわ。で、ちょっと CP を貯めつつ、アーツは？ガリオン使おうか。アークス駆動。甘く見ないで。暗闇、あ、そうかそうか。なんか、バフ消されてますね。はい。これ面倒だな。甘
アリサちゃん、華麗にかわしていく。トロイド君とテオスケは命中率 100% にしてるけど、シャロンさん多分命中率100にはなってないよね。どうしますかね。まああんまり気にしなくていいか。マニハして。よし。ね、普通にライティングの方が、いや、せっかくなんで。これ、いやー、これ。あと14万。そんなに、削れて2、3万だよね。違うな、違うな。まあ、普通にいくか。これで終わりだ。しまった。まあ、いいか。シャロンさんのエスプラでも見ればよかった。2万。はい、これって必中かな。この辺で。暗黒に舞う黒き蝶よ。さあ、お行きください。必中っぽい。アリサちゃんがさっきから回避がすごい。ではギフト更新して、受け取ってみんな、私の番です。で、ブレス、アークス駆動、それ。超タブレスシル切れるな。ようやく来た。行きます。あれ？なるほど。紅葉みたいな感じではないのか。じゃあこれ行こうか。ぶちかまそう。クリムゾンブレイク。行きます。風ね。いや、凍結は効かないと。ね、遅いな。これでいいか。デミガンダ起動、アブソリュートゼロ。俺の番だな。タイガーチャージいいか。さあ、行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。崩した。続きます。お任せください。シャドウステッチ。これやってみようか。お、攻撃力下げてるな。素晴らしい。スピードも下げたいところだけど。行きますわよ。シャドウステッチ。ジャッジメントスパーク。なんだこれは。おっと、セフィス持っていかれない。またセフィス持っていくつもりですか、この人。これで、ずらそう。
おっとはい、シャロンさんよく当たるな。あれ心眼切れてるのか。プレス間に合わないんで、エナジーサークル。リカバーモード起動。これで大丈夫です。ありがとう。感激ですわ。おっと、ああ。見ないで。私としたことが。俺の番だ。じゃあ復活無理か。まあまあ多分勝てる。さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。今だ。続きます。おっと。ダメダメです。ちょっとこれまずいな。どうしますかね。とりあえずロイド君もあやさちゃんも心が入ってるから、ティオスケを起こして、はい、助かりました。よし。とにかくスピードが高いのが厄介なのね。ので、これ使って、これ今やるとシャロンさんに栄養シールつかないのかな。栄養シールド展開します。つくかな。行くぞ。でこれでとりあえず大丈夫と。やっ感激ですわ。させない。いや、大丈夫ですね。任せてちょうだい。で、ちょっと厳しいね。頑張ろう。受け取って、みんな。ピンチです。で、ピンチなので、ブレスで回復して、ドライブ開始。よっ。ありがとう。感激ですわ。俺の番だな。で、場に走って、俺の番だな。もう一度場に走って、いや足りるか。さあ行くぞ。いや、しまった、間違えた。タイガーチャージ。今だ。続きます。はい、このこれを使って BP を回復しつつ栄養シールを知りたかったわけですがこれ使っちゃうと次敵のターンですね。あれ、タフネスシールドしときますか。食いしばれ、タフネスシールド。私の番ですわ。これですね。参りましょうか。バリアルトレイス。さあ、皆様もご一緒に。ドレブレク入ったけど、すぐに復活してしまうと。私の番です。あ、いけるね。あとには、まあ無理か。一応もうちょっとかかることを想定しておこう。これかなー。アークスピード。いきなりですか。頑張って感激ですわ。よ
よし、さすがにもう勝てるでしょう。あと1番。シャロンさんのエスクラあたりで締めたいけど、うまくいくかな。これ使えばいいのか。これ使ったら CP 回復するよね。じゃあ、いや、他にも CP 回復手段あるな。どうしようかな。まあ、これやりますか。ん？合ってるか。これして、そうですね。これして、こうして、始めましょう。いや、これ倒しちゃうか。みんなで決めるわよ。倒してしまいました。戦闘終了。みんなお疲れ様。みんなナイスファイト。いやー、結構苦戦しました。まあ当然の結果かな。やったわ。ジブリールアロー3、エスクラフトですね。放たれた浜の矢が豪華をまとって戦場を駆け抜け、あだなすものを消滅に包む。レベルアップですわね。レベルアップですね。レベルアップです。やったら。制圧完了。みんな怪我はないか。なんとか助かりました。アリサさんたち、危ないところありがとうございます。どういたしまして。まさかここでティオさんやティータさんたちと会えるなんて。あんな状況からよくご無事で、さすが皆さんですね。それなら君たちこそだろう。どうやらこの状況で独自に動いてくれていたみたいだが、二人なんだね。マキアスさんとかはいないと。確か事件当時クロスベルには、あ、トワ会長もいないな。もう二人来ていましたけど、町から逃げる途中ではぐれてしまって、トワ会長とマキアスさんは二人で行動してるのかな。どうだったんですか。どうやら俺たちの方と似たような状況だったみてえだな。トワ教官、マキアスかスカも心配だな。しばらくラインフォルト方面のルートを調べつつ、彼らの行方を探っていたんです。その流れで例の新型の手がかりが軍需工場にあるのが判明しまして、どうやらそちらもその調査に来たみたいですね。しかしそうなるといよいよ怪しくなってきたね。あんな期待に守らせるほどのものがここにはあるってわけだ。お母さん、一刻も早く調べるぞ。はい、博士や新総統たちの裏側に通じる何かを掴むためにも。もちろん私たちも手伝わせてください。マキアスやトワ先輩、帝国にいるリーンやみんなの分も力にならせていただきます。これ以上工房の技術を悪用させない。後始末は必ずつけてみせます。まあこの黒の工房を、まあ別にアリサちゃんがね責任を感じる必要はないけども、この黒の工房の長が、まあ、アリサちゃんの、お父さんだったと。まあそれに、まあ、その黒の工房の技術が、まあラインフォルトね
工場を利用していろいろと悪用されているということに対して、まあいろいろ感じることがあるんでしょう。RF 関係者として、何よりもフランツ・ラインフォルトの娘として。そうか、助かるよ、本当に。はい、心強いです。私も誠心誠意尽くさせていただきますわ。第六中が関わっているとしたら、元執行者としても見逃せませんし。第六中というのが、ノバルティス博士と呼ばれる人ですね。クロスベルが、偽物ルーファス総督に、新総督か。に、占領された時に、ちらっと出てた人です。風水図やってさせてもらうよ、視線のクルーガー、ヤシャロンさん。こちらこそ、青の聖典、ヘミスフィア教。笑顔でなんか二人とも怖いね。まあ結社と、聖杯騎士っていうのは基本的に対立する関係なので、まあそうですね、マジ君としては元結社の人間、シャロンさんはねもう本当に信用できる人ではありますが、ワデ君としては、元結社のマシャロンさんのことが、マシャロンさんとしても、聖杯騎士の守護騎士、ワデ君のことに対して、まあいろいろ思うことがあるのかもしれませんね。みんながいればなんとかなりそうだね。ああ、軍事工場の調査ならこれほど頼りになるメンツもいないはずだ。それでは早速調査を開始しましょう。入り口はあちらです。案内しますね。もしかしたら内部に黒の兵士がいるかもしれませんが。了解しました。十分に注意して入りましょう。それにしても、今の人形兵器、かなりの高性能でしたね。ああ。あれもこの場所で作られたみてえだな。やはり結社の手が入っているのでしょう。それもおそらくは。RF の敷地でこれ以上の勝手はさせないわ。はい、ということで、マノートは更新されたので、見てみましょうかね。帝国、7回かな。はい、アリサちゃん。工場調査。調印式の混乱を逃れたアリサは、新型魔法騎兵の手がかりを追って、ラインフォルトの人間としてシャロンと共に軍事工場の調査に赴いた。いやー、まあ、リン君とアリサちゃん、いつ会えるのかって感じですが、まあね、いろいろなものを背負った人ですね。アリサちゃんもね。はい。で、シャロンさん。元執行者として、軍需工場に結社のノバルティス博士が絡んでいると知り、元執行者としても見逃せない思いを示したと。ということで、多分、これ、また、無限回路に戻ると、アリサちゃんとシャロンさんが合流すると。で、また、装備とかも、二人のね、装備とかも変えると思うので、ちょっと先、それやってから、ラインフォルト軍事工場に突入していくと。ちょっとシャロンさんが全然、さっきね、活躍できなかったんですが、シャロンさん、本当はめちゃくちゃ強い人ですね。なので、うまく活躍させてあげたい。まあ、装備等々見直していきましょう。新たな来訪者を登録。
上回路にアリスちゃんがゴール、アリスちゃんとシャロンさんが合流しましたよと。はい。ということで、探してみましょうかというか、目の前にいますね。はい、どうも、こんにちは。あら、あなたたちね、新顔の子たちっていうのは、随分腕が立つって聞いたけど、あまり無理しちゃダメよ。はい、さえ慣れない場所で、初対面の人たちと協力なんて相当に使えるでしょうし、余計なお世話だな。こっちも仕事だし、自分のペースぐらい自分で分かってるさ。どうかそんなに警戒なさらないでください。そちらのお二人はどこか私と似た匂いを感じますが、まあ、スーちゃん、ナーちゃんとシャロンさんは、まあ似たようなことをしていたのかもしれませんね。お嬢様や、皆様に危害を加えない限りは敵対するつもりはございませんので、この笑顔が怖いですねこの人いろいろと訳ありみたいだけど深く詮索するつもりはないわ。そうだ、よければお茶漬けのお印に後でお茶とケーキでもどうかしら。そうですわね。早速ご用意いたしましょうか。ケーキ。ラーちゃん、嬉しそう。いいね、いいね。よろしくお願いします。やっぱり食はね、人々の心をつなげていきますよね。ゴロッと餌付けされるんじゃない。はい。ということで。調子はどう？それにしても本当に信じられない世界ね。でもリンやエリーさん、みんなとも耐えてよかった、本当に。一体なんでこんなに安心してるのかしら。変ね、離れ離れになってたみたいに。離れ離れになっているわけですよね。なんなりとお申し付けください。ここまでたくさんの方々が集まっているとなれば、お話のし、お世話のしがいもあるというものです。ツイン様とナーディア様、ラピス様も何かあれば遠慮なくお申し付けくださいね。はい。ということで、じゃあ、アリサちゃんとシャロンさんの、装備も見直して、ラインフォルト軍需工場の中に突入していきましょう。